はい、どうも、千一馬こと、ひかりです。今回紹介するのはこちらですね。はい、これね、提供品みたいな商品ですよ。でも提供品じゃないんですよ。これ普通に去年アマゾンで買ってたやつです。はい、それをね、今さら出してきました。ハートエナジープーチ。はい、まあ犬のロボットですね。まあおもちゃの犬のロボットで、なんかね、これね、結構流行ってたのかわかんないけど、ほら、日本おもちゃ大賞のね、優秀賞とか取ってる、結構ね、いいやつで、これね、一応ピンクと青の2種類あって、アマゾンで買ったんだけど、ピンクは4000円超えするんだよ。でもこいつは1900円ぐらいで買いました。今も多分安いと思う。で、ヤマダ電機とかに行くと、まだ4000円とかで売ってるんだよ。なかなかね、価格としては、ロボットのおもちゃにしては、まあ子供向けの価格ではあるよね。大概最近のロボットって1万8000円ぐらいするから、安い方だと思いますね。しかも、任天堂 3DS を使ってプーチと遊ぼうみたいな感じで、なんか 3DS と連動して遊べるみたいですね。しかも 3DS のゲームのダウンロードは無料というね。まあ 3DS 以降なら遊べるんじゃないかな。だから俺 3DS 持ってるんで大丈夫ですね。まあこんな感じ、後ろはね。まあ、いろいろ。まあなんだろうな。昔で言うところのなんかあったじゃん、犬のロボット。名前出てこないけど。それみたいな感じの、もうちょっと、今風な、可愛い系、まあ、女の子向けかな、これは。多分、完全だね。まあ、この辺で遊んじゃうともう完全にゲームとなっちゃうんだけど、この辺のロボットもちゃんと使って遊べるといいね。はい、ペット飼えない人にはいいんじゃないかな。では、ちょっと開けていきましょう。もうほら、開けてくれって、もう目が言ってるもん。これね、1年間で、ね、アマゾンの段ボールに入れっぱなしでした。はい。おー、芝生みたいになってる箱も。いいね。こういうね、箱にも遊び心があるのは大事ですよ。この新品で買うね。これ新品だからね。新品で俺あんま買わないから、やっぱ新品の楽しさっていうね。で、ここにこういうね、開けづらいなんか謎のね。これは開けづらいぞー。あ、切れたね。あ、いいね、いいね。これの、あー、楽楽。これぐらいやったら楽だわ。パキャリ。おー、いて。うわー、すげえ。あ、いいね。あ、この状態いいね。スマホで写メ撮っとこう。とりあえずね、電池を入れてみました。はい、単三電池3本で動きますね。そして、単三電池3本で電池耐久時間は約6時間も遊べるっていうね。まあまあまあ、そんなもんか。よし、なんか耳だけね、なんか柔らかい感じで、あとは普通にロボットだね。じゃあ電源をオンしていこう。ここだね、顎の下にあるって、かわいいね。顎の下にあるんだね。オン。おお、もうちょっと後ろに行こうか。おお、なんかやってる。よっ。鼻押すと。よっ。あれ。お。よっ。何。今日からよろしく。名前なんだっけ、お前。プーチだっけ。プーチ。じゃあ、お前の名前はプーチンだ。よし。鼻は、くしゃみをしたり、覚えた歌を歌ったりするんだって。5回連続で押すと歌ってくれることがあります。1。2、3、4、5。まだ歌ってくんないわ。まあそこまで仲良くないもんね。じゃあプーチンじゃない、プーチンの機嫌によってほっぺの色が変化するんだって。不機嫌緑。ご機嫌赤。ご機嫌が赤なの？普通逆な気がするけどね。で、尻尾は触れるのは苦手だって。尻尾触ってみようか、じゃあ。おい。あ、機嫌悪くなった。不機嫌が緑だからね。今黄色だったから、まあ普通になったわけか。おー。 おーっつってな。もう一回鼻押すよ。おい。あ、見えてる？これ。俺が見えてたけど、あんま画面では見えてないのか。横から見るか。ちょっとプーチンこう見てくれ。こいつの名前はプーチンね。商品名はプーチン。プーチか。で、こいつの名前がプーチン。なんかいろいろね、DS でも遊べるみたいね。DS のゲームはまた別の機会にやっていこうかな。あー、コードとかも入ってるの。これ一応セガトイズね、セガ。セガが出してるやつだ。俺が好きなセガ。歌を覚えるってどういうこと？あー、ゲームで覚えさせるんだ、あとは。あとはね、おう、ごめんごめん、寂しくなったね。あのね、放置するとね、なんかね、寂しそうな声出すんだって。で、3分ほど放置すると、眠そうな声を出して寝ます。オートスリープ、スポーツされると起きますとね。オンオフのスイッチをすると、こんな感じは過ぎちゃうと思いません。あ、
任天堂 3DS で基本的にこの子とあの仲良くなったりする歴史が残るみたいな、ね、下手にこれちゃうさ、電源消したりさ、オフにしたり電池抜いたりしたらさ、あの初期状態に戻っちゃうんだって。でも DS の中のデータは変わんないって。おいせ、はい、おつ押したよ。おいおい、うん、足のとこになんかタイヤあるのかな。あ、ごめん、なんか猫みたいな声出したな。へえ、あとなんかある？これぐらい。あとは DS だね。 3DS で結構変わっていくみたいね。歌も多分 3DS で覚えるんだろうな。あとは DS にセッティングして、まあいろいろやるんだね。じゃあちょっとそっちの方はね、今から遊んでみてからいろいろ設定とかしなきゃいけないから、それはまた別の機会にやるとして、うん、まあ、とにかくこれをね、触った、この子を触った感じは、なんかちょっとね、なんか新品感のヌメヌメがすごいあって、うん。うわ、なんかいい香りだけど、ヌメヌメな感じ？でもね、なかなかね、いいよ。やっぱね、新品のおもちゃっていいね。ちゃんと説明書とかもついてる。これ中古で買ったら900円ぐらいで買えるかもしれないけど、これやっぱね、新品がいい。おら。怒った。もう一回鼻触ってやろう。おい。やばいな、これ、ハマっちゃうな、こういうロボット系のおもちゃ。今、俺、でも、ハマってないんだよな、俺、他のロボットには。ロボット結構持ってんだけど、実際ね、なんか邪魔でね、しまい込んじゃうっていうのが結構ありますね。お前はしまい込まないようにしてやるよ、プーチン。ただ、猫も飼ってるっていうね。なのにロボットの、あ、早く歌わねえかな。2回。同じ動きの繰り返しか、お前。芸がないのか、お前。5回で歌うらしいからね。はい、4回目。でも目がなんかロボットっぽいね。ちょっと怖いね。はい、5回連続。さあ、歌うか。まだ歌覚えてないか。お？目が緑色になったけど。あ、これこんな感じだっけ？え、怖いな、ちょっと、ほら。あ、ちょっと顔怖くない？怖いね。そうか。お前なんか怖いな。怒らせないでしないと。耳はどうすんのお前。あんま動かないの耳は。タイヤついてんね、一応ね。前足だけに。いいね、お座りしてっから。これ、付け根に置いとくと可愛いね。あと、下手にさ、なんか歩き回ったりしない分、動きで言うと、この、腕立て伏せみたいな、なんか伸びか、伸びみたいな感じの動きしかしないから、付け根でも物を落としたりする心配がないね。これはちょっとこれから動画でも登場させよう、プーチン。てかね、DS で遊ぶバージョンもね、作ってあげようかな。はい、じゃあオフにします。オフにしないで、じゃあいいよ。これね、1、長押しだっけ？ん？違ったっけ？なんだっけ？お座りモードとか、スリープモード出るんだっけ？あ、寝る、3秒以上か。1、2、3。さあ、寝るよ。あ、スリープモードに入った。オッケー。こんな感じで遊びます。はい、今回はね、じゃあ、このね、まあ、2色あるから、同じ値段で売ってたら、絶対ピンクをおすすめしますけど、ピンクの方が人気みたいな女の子のおもちゃだからね。でも、今回は青を買いました。1900円かな？まあ、確実に2000円以下では買えたんで、Amazon なら。今でも売ってると思うんで、はい、ロボットペット、プーチ紹介しました。今度は DS でも遊びたいと思います。はい、こんな感じで、これは提供品じゃないですからね。以上、1000円市場でした。バイバイ。チャンネル登録よろしく。にゃ、今度はやる予定の企画のガチャ電車で GO の指令募集してますので、概要欄から動画に飛んでみてください。お願いします。